うまい棒、うまい棒は株式会社やお金が日本で販売している棒状のスナック菓子。製造はリスカ株式会社。標準小売価格は1本10円。消費税別。1979年7月発売開始。納豆味、明太味など種類が豊富でユニークなフレーバー、味があり、値段も安価なことから子供や若者を中心に人気のある鷹菓子である。 元来もからないと言われるダカシアの相次ぐ閉店により、コンビニエンスストアやディスカウントストア、スーパーマーケットの販路にシフトした結果、幅広い層の目に留まることとなった。その人気により、ヤオキン公認の派生した展開も行われており、うまい棒をモチーフにした、リップクリームや入浴剤、キャラクターを使用した文房具やグッズ、パチスロうまい棒などが発売されている。 2009年の発売30周年を機に、ファンイベント、うまい棒大感謝祭が毎年開催されており、司会では、うまい棒好き芸人として、へえ、たくちゃんや A 監督の川崎みのの他長名人も、多数参加している。10円という、決まった価格の中で製造されているため、原材料費の価格変動に合わせその長さは常に、予告なく変更されている。真ん中を貫く穴は、 スナックの強度を上げ輸送中に製品が崩れることを具と同時に見た目の容量アップと中まで均一に熱を通すことで食感を良くするために開けられている。内容量は種類によって異なる。2005年から内容量が公開され2007年や秋まで内容量7から9ムで原料飛行等による影響のため2010年1月時点では 内容量5から6ムとなっている。一部のコンビニや業務用スーパーでは30個入りの袋も売られている。日本国外でも発売が行われており、台湾、現地名、同じ夜韓国、現地名、うまい棒、または、似て、コンビニエースストアを中心に販売されている。価格は、台湾が5元、台湾ドル、韓国が300オン。姉妹品として、 リング状にした、袋スナック、うまい輪が存在し、フレーバーは、明太味、牛タン塩味、チーズ味、たこ焼き味、野菜サラダ味、オニオンサラダ味、黒糖リングとなっている。うまい棒全般は、株式会社リスカが製造していることもあって、パッケージにリスカのマークが入っているものもある。うまい棒キャンディというアメバージョンも発売していた。 うまい棒のパッケージにはドラえもんに似たに等身で丸い頭のキャラクターが描かれている。名前は特に決まっておらず、うまいもん、ドヤえもん、うまいボーイなどの愛称で呼ばれる子がある。1978年9月13日生まれ、乙女座の映画化で、遠い宇宙のとある星からやってきた異星人とされている。また、10年に一歳年をとり、趣味はコスプレとされている。漫画。 カオスだもんね。では、うまい棒の開発者である常務に制作秘話などを取材したものの、キャラクターについては触れなかった。これについて、作者の水口幸弘は、後書きで21世紀の現在で10円という価格で販売され続けているのは企業努力の結晶。それを知ったがゆえに、あの微妙なキャラクターについて触れることが来なかったことを読者にお詫びしたいと述べている。 このキャラクターのぬいぐるみがアミューズからプライズとして発売されている。その際の商品名はうまい棒の愉快な仲間たちとなっている。なおこのキャラクターはうまい棒の前身商品であるうまいうまいバー1979年終売の時代にすでにパッケージに登場しているがうまいうまいバーの詳細に関する情報がすでにはお近内に残っていないためキャラクター誕生の経緯も 不明となっている。2017年、このキャラクターの名称が公式に、馬エモンに定まると同時に、その妹キャラとして、馬みちゃんが誕生した。オリジナルの外装パッケージが制作可能であるため、各社のグッズやノベルティオと非売品としても作成されている。うまい膨大感謝祭でも、堀江貴文が、オンザエッジ時代に、プロモーションツールとして、 オリジナルのうまい棒を制作したというエピソードが報告されている。オリジナル味の企画も一応可能ではあるが開発に長期間かかることなどから通常は既存の味が使用されている。2001年にスクウェアイニックスから発売されたスーパーうまい棒の一つであるスター・オーシャン・ブルース・フィアで初登場して以降回復アイテムとして登場している。2002年には 初めてノベルティにうまい棒自体が使用され、ヤフ、ah、ー o o BB 無料体験キャンペーンの一環で、ヤフービー BB 仕様のうまい棒が登場し、以後は各方面でキャラクターが活用している。2003年にはリンドウスによってノベルティが制作されており、このうまい棒が初のイラスト入りノベルティだった。2006年にオンラインゲームホーリービーストとのタイアップが、 期間限定で行われた。キャラクター、うまえも名義もインゲームに登場し、特定の手順を踏むことで、インゲームアイテムとしてうまい棒を入手できた。2007年8月に、アミューズメント専用品として、ガチャピンとムックの描かれたうまい棒が登場。2008年に、プロ野球の球団とコラボレーションした、タイガースうまい棒、ジャイアンツうまい棒が発売。 キャラクターは使用されていないが、現役投手がパッケージに採用され、これが好評につき毎年シーズン限定で様々な球団のパッケージが販売されるようになった。現在では、ドラゴンズ、タイガース、ジャイアンツ、ファイターズ、ホークス、ベイスターズ、イーグルス、カープの計8球団のうまい棒が制作され、球団のマスコットキャラクターのパッケージや、 ユニフォーム姿のうまい棒のキャラクターも起用されている。2009年2月には、うまい棒のキャラクターを使用したパチスロ、うまい棒、V がエマから発売されている。2010年11月より、アミューズメント専用品として、ハローキティと一緒の描かれたうまい棒が登場。ナムコのアミューズメントスポットナムコナンジャタウンや、同社直営のゲームセンターではコラボした景品として、 投入されている。2011年2月4日に、マクロスカイが初登場し、同年10月7日には、侵略、イカ娘、2012年3月3日、ワル、ピングドラム、同年5月26日、カ物語、偽物語、同年10月5日、魔法少女窓かマギか、2013年8月8日、とある科学の超電事法 OS、同年10月25日、 劇場版魔法少女窓かマギカ、新編反逆の物語、2014年2月8日、物語シリーズセカンドシーズン、2014年11月21日、劇場版進撃の巨人前編グレンの弓矢、2015年3月20日、ソードアート、オンラインといった話題作と対夜したものが出回った。2012年2月28日、 キャラクターを使用したスマートフォン用のアプリが登場している。ジグのシステムジャパンによるアプリで名称はうまい棒を作ろう。うまい棒の種を畑に巻き栽培、出荷を行うというもので本来の生成の方法よりも簡単にデジタル上にうまい棒を作り楽しむことができる。当初の種類はレアなものも合わせて36種類用意され、収穫したうまい棒のデータは うまい坊主館に記録され、いつでも閲覧が可能である。配信直後より人気を集め、その日のうちに無料アプリダウンロードランキングで1位を獲得。配信から6日間連続で1位を獲得したことも、ある。2014年3月20日には、Nintendo 3DS 用ソフト、ヒーローバンクとのコラボレーションが行われ、作中のアイテムショップで入手できた。2014年にはセガ、 現、セガインタラクティブのプライズとして、オンラインゲーム、艦隊コレクション艦これからとのコラボが予定され、ワンダーフェスティバル2014夏のセガブースや、2014年8月23日より一部の、セガゲームセンター店舗で、先行配布された。セガネットワークス、現、セガゲームスでは2014年9月17日より、チェーンクロニクル絆の新大陸の、ぷよぷよ。 クエストのアイテム用シリアルコードシールがついたオリジナルうまいがプライズとして登場した。2015年3月にはバンプレストのプライズとしてテレビアニメホクロのバスケとのコラボが行われ全国のゲームセンター店舗に登場した。2017年ニコラス・ケイジ主演映画俺の獲物はビンダディンの前売り特典としてニコラス・ケイジの顔写真をパッケージに使用した。 特製うまい棒、ニコラスティックが配布される予定だが、肖像権の許諾が取れていなかったことを、映画配給会社トランスフォーマーが発表し、配布中止となった。2009年には、発売30周年と、キャラクターの誕生日を記念し、ファンイベント、うまい棒大感謝祭2 0 0 9が開催された。当イベントはファンによりうまい棒ファンのためのイベントとして、ゲスも招かれたが、 開催した、うまい棒実行委員会には株式会社やお金は一切関与していない。同イベントでは、リアル、うまえもんたち、着ぐるみ、うまえもんずが登場し、誕生日会が行われた。最もコストのかかる商品は、製造過程で唯一二度の味付けが必要な、たこ焼き味。2005年夏に、セブンイレブンにて先行発売されたもので、 ご主角3本の計15本のセットで販売された。2008年6月27日14時15分頃、茨城県上層市、河野山にある、主にうまい棒たこ焼き味を製造していた、リスカ株式会社の製造大酸化工場の大乾燥機から出火し、工場が全焼した。工場内のうまい棒を乾かす大乾燥機から煙が出ているのを、 従業員が発見し119番通報したが、工場内の製造機がほとんど消失し、ガ子の原料となるトウモロコシや食用油なども燃えしまった。事件当時、工場内には20人ほど従業員がいたが無事避難、したため怪我人は出なかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。